さあお願いします神様。私はみんなのために毎日祈り続けております。みんなが幸せになるようにと。そろそろ私にも、そろそろ私にも、幸せや幸福が舞い込んでくるように。今まで人のために献身的に働きました。神様が本当に人の心を持っているのならば、私にどうかクッションをいただきませんでしょうか。そのクッションで毎日お昼寝をします。洗濯もせずに真っ黒になっております。前回もらったツイキャスのクッションは、もうヘタヘタのグダグダの綿もよりによっちゃって、もう頭ボコボコですごい寝心地が悪いです。私の安眠を、妨げるものです。私もちゃんとお昼寝がしたいです。素敵なお昼寝がしたいです。神様、本当に私のことを見ているのならば、私にクッションをお与えください。私はいつも神と共にあります。いつも見ていらっしゃる神、私はあなたと共に歩みます。私にクッションを与えてください。大事な大事なお布施からいただいたチケットを今から10枚消費します。この10枚というのはみんなが汗水働いて稼いだお金でございます。この気持ちを裏切たくない。神様、どうか見ててください。どうか私を、見続けてください。私は神と共にあります。神と共に歩みます。アーメン。ちょっとフルーツオレをいただきます、神様。喉が渇いたんで。フルーツオレをちょっと一口いただきます。これ余計喉が渇きます。ちょっとアイコスも一服させていただきます。絶対に出る。絶対に当てる。神様は私のことをいつも見ております。ここで神様は私にご褒美をいただ、与えてくださいます。いつも頑張ってる奈々ちゃん。いつも走り続けてる奈々ちゃん。神様は許しをこむってくれます。今までの罪を懺悔します。万引きしたこと、人のクレジットカードを使ったこと、消費者金融からお金を借りてばっくれてること、いっぱいいっぱいあります。人の横っ腹をキックしたこともあります。ディアトツの時にもらったお札をしめしめと、放送外で数えたこともあります。お願いします。神様、私のことを見続けてください。アーメン。梅雨だく、私だく、ピッピッピッ。マジ？白？何色？何色？何色？黄色！黄色きたー！これは熱いっすよ、みんな。確定、確定。これ確定だよね。あ、ごめんね。音うるさかったで、ごめんね。これ確定だよね。最後に来ちゃうよ、これ。やばいよ、俺のさ。やばい、マジでアドレナリン出る。ちょっと待ってね、5枚でしょ、あと4枚だよね。あ、おほほあはは盛り上がる蜂蜜神回かこれ、神回来たか来たこれ来たこれ2枚目
と2枚あるから、みんなあと2枚。来たこれマジで。最後の1枚でみんな。やばくねえマジで。やべえだろこれ。またアメージング流すしかなくないこれ。お願いします。最後の1枚。最後の1枚でございます。みんなで祈ってください。この最後の1枚で大当たり確定です。アクリルキーホルダーか、クッションか、マグカップか、カタログギフト、大当たり、超大当たりはカタログギフトだけどね。私はクッションが欲しい。神様。私は懺悔します。昔、新宿二丁目の公園で立ちんぼをしていました。その時お金がなくて、ヤクザの財布から3万円抜いて、新宿を追いかけ回られて極東の人に、上野に逃げたこともありました。出会い系サイトで男の人と会って、それの仕返しでまた呼び出して、後ろからヒールを投げつけたことにありました。車屋のお兄さんです。いろいろあります。懺悔することはたくさんあります。もう数えきれないほど罪を重ねてます、神様。こんな私でもチャンスを一度くれませんでしょうか。こんな私でも一人の人間です。神様が作られた可愛い可愛い人間だと思ってます。私にもチャンスをいただけないでしょうか。最後の一枚、大当たり確定でございます。この一枚を今からめくりますが、スイカスのクッションが欲しいです。こんなに神に願ったことは初めてです。それだけ私は、神様を信じます。私は神と共にある。神と共に歩みます。どうか、私にスイカスのクッションを、よろしくお願いします。アーメン。さあ行きますよみんな。残り一枚。お、じゃが出るか。じゃが出るか、なんだっけ。じゃが出るか、木が出るか、じゃなくて。鬼が出るか、じゃが出るか。じゃあみんなね、このね、ちょっと待って。この確率半端ないんで、最後のね。30連の最後にこの1枚を確定させてる状態ってすんごい奇跡だってことを気づいて。ガチで。こういうね、ことを生放送でやってる私って奇跡的よ。グレッツ、アウシー、ジーガー。さあ行きましょう。はぁ、緊張する。だってこれラスト1枚だからみんな、10万円ぐらい投げてもらって最後の1枚で、これよ、その素晴らしさってわかるマジで。この、私が興奮してんの。この確率って天文学的確率だからね、マジで。確率論で言うと。計り知れないっすよ。これが悪気なわけないじゃん、ここまで来て。クッションに決まってんだ、どう見ても。この流れは。流れっていうもの分かってないよね。ならここまで引っ張ってんだ、私。もう先が見える、未来が。神は、私の味方をしてる。これね、悪気が出ると思ってる人は大間違いです。そういうズル。そういうのってさ、勝負ごとでマジでムカつくよね、そうね。面白いと思ってる人いるけど、マジでつまんない。